さ、ぼちぼち億万長者には大体決定したんだけども、いろんなことで言うのめんどくさいけども、クラウドファンディングとかで言ってもらった。だから部屋を、その億万長者に向けて、例えば引っ越しの準備のスタートとかね、物を小分けにして準備しておきます。指数はいろいろ、愛人100人作ろうとか、例えばね、世界一の大富豪に向けて何をしたらいいかとかね、プログラミングをしたらいいかとか、それをちゃんと片付けますわ、という話題でした。